金をね半分に切りました。はい、で皿に乗せて、半分に切って、縦にね半分に切ります。はい、でこれをでラップをして封鎖して、で密封してね、ラップで、でレンジで、よっ、で弱でも中でもいいです。僕は中でやってみようと思います。一遍もちょっとやったことないんで、これもね動画で見たね。はい、6分ぐらい経ったかな。おう、あ、OKOK、 やるかい、やるかい、やるかい、あちちちちちち、あちちちちち、ただ、動画で見たんですけど、オリーブオイルをねかけて食べるらしいです。はい、じゃあかけてみましょう。おお、かけすぎか、かけすぎか、かけすぎか。塩もかけるらしいんですよ。僕塩コショウしかないんで、塩コショウ、塩コショウ、本当に本当に軽くでいいんですよね。あ、切りやすいな。はい、すごい切りやすい。なんかね、ナスみたいな感じだね。見えます？食べます。なるほどね。はい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 、はい、ああ、うん、美味しいですよ。うん、で、お好みでレモンとかねつけて食べてもいいらしいんですよ。いきます。オリーブと塩はいりますね。うん、でお好みでレモンって言ってましたんで、まあ、レモンは家にないんでつけないですけど、パセリを見えます？つけて、食感がナス、味がキュウリ。でもキュウリのその臭さとかそんなにないですよ。なるほどね、うまい、おいしい。まあ、これだけじゃあれなんで、まあ、ハムとかね、あ、ハムで包んだらおいしいかもしれん。あ、ハムかベーコンで包んだらおいしいかもしれないです、これ。うん、でチーズは合わない多分。うまい、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 非日常の食感、うん、試してみたらどうでしょうか。はい、じゃあね、バイバイ。